こんばんは。経験済みな君と経験ゼロな俺がお付き合いする話。まあ、君ゼロって言うんだけどね。まあ、そう、D アニメが、どこまでやつか。まあね、この間はまあ1話の話バーってやってたけど、2話3話もまあめちゃめちゃ面白くてね。で、2話はね、まあ、初デートの話があってとか。2話がまあ、初デートはまあ2話で、こう。ね、まあそうね、あそこ、オーケスト通り行くのはまあ3話ね、そのタピオカ。で、まあね、2話ももう30回ぐらいも見たけどね、録画撮ってから。もう、なんかね、もう、まあとにかく、まあ、俺さんの声がすごい好きなのもあるし、まあ、とにかく、まあ、なんか声聞いてないみたいなんで。とにかく流しっぱなしにしてるみたいな。2話はやっぱりね、その、まあ、やっぱ、初デートの話があって、こう、なんかこう、最初はまあ学校でなんかまあ男友達とかといろいろ話したりとか、だけどまあ、で、まあ、で、ニコルってあの友達がね、ガン飛ばされたりとかしてて、で、まあ友達、誰かにくっつけたってこと言ったみたい。ニコルにやったけど、で、まあ、秘密にしとった方が良かったみたいな。で、リュウとは誰かに話してた。まあ、2人ほどみたいな。だけど、やっぱりね、こう、僕と白川さんが話してると目立つから、こう、学校で秘密にしようみたいな。じゃあ、まあ、いつがいいのみたいな。なんか、まあ、学校の外か、こう、土日とか。それってデートってことみたいな。で、デートの話になって、みたいな。まあ、日曜日はちょっと用事があるんだけど、こう土曜日だって空いてるから、みたいな。で、こうね、まあ、あそこの、その後、家でこう、まあ、次の日が土曜日で、まあ、LINE で電話するくだりがあったけど、あそこもすごいな、いいなと思ってて、こう。で、まあね、主人公はもうひたすら何どこ行くか考えてたけど、こう、その時、まあ、電話がかかってきて、で、こう、でね、まあ、女の子もすごい、白川さんもすごい優しいから、どこ行きたいとか、こう、聞いてくれるんだけど、何したいとか。まあ、最初はまあ、映画かなとかって言ってたけど、まあね、まあ、あそこ、まあ、コミックだとね、もっと、コミック版だともっと優しくて、まあ、リュウトの行きたいところでいいよ、みたいな話とかもあって。ね、リュウトはなんでデートで誘ってくれたの？私と何をしたいの？まあ、白川さんのことを、こう、もっと知りたいし、みたいな。で、西田川さんは休みの日に何をしてるの？みたいな。だからまあそうね、コスメショップ行ったりとか、ギャルの服見たりとか、海沿いのそのカフェ行ったりとか。じゃあだったらそれをしようよ、みたいな。で、こう、ね、まあ、そのやることがない方よりもやることがある方に合わせた方がいいし、みたいな。私のしたいことに付き合ってくれるのみたいな。そんなこと言う彼氏初めてなんだけどっていうのが、いいよねって感じ。いい、まあ、経験はいっぱいあるけど、まあ、リュウトとすることが初めて多かったりとかして、そこも、まあ、いいなと思って。まあ、だから今までどういう、今までの彼氏とどういう関係だったんだろうかと思ったりとかね。まともなデートとかしたことないんじゃないかみたいな。でね、こう、なんかその、まあ、ギャルの服見たりとか、コスメショップ行ったりとか、海沿い行ったりとか、こんなデート楽しくないみたいな。楽しくないんだな、みたいな。でも、その、ずっと白川さん見てたから、みたいな。まあね、
まあギャルの服とかこ、まあ、コスメだったからあれだったんだけど、商品見てなかったけど、まあそのそういう服とかコスメ好きなんだなとか、まあ楽しそうにしてるのを見てるのが、まあ、楽しかったっていうか、なんか私が見てるのが楽しかったね。なんか白川さんがまあ嬉しいと、なんかこう僕もなんか嬉しいみたいな、嬉しくなっちゃうみたいな。でめっちゃ照れる、出れてるみたいな。で、ニコルからも電話かかってきて、あいつ大丈夫かみたいな。で、言ったら、まあ、コミックだとあそこも結構、もうちょい長い時間喋ってて、ね、まあ、その、どういうデートをしてたのかっていうんだけど、こう、まあ、初めてじゃんみたいな、今までそういうデートみたいな。で、あ、だから、まあその電話なのシーン、電話もうちょっと、まあ、コミックだとまあ長いんだけど、ね、そんなデート珍しいじゃんみたいな、初めてじゃないみたいな。でも、その彼氏の主体のそのデートが多かったからみたいな。彼氏が行きたいとこ行くみたいな。そうだよね、私も初めてっつって、まあ、リオと認めるシーンみたいなのがあって。でも、後半の方ではやっぱりね、あれ。まあ、スマホケースをまあサプライズであげるみたいな。で、まあ、ね、その男友達とそのね、あ、その、本気で付き合えると思ってんのかとか、こう。で、なんかこう、ね、まあ、最初のうちだけなんだぞ、みたいな、こう。まあ、エッチされて選んでくれただけなんだぞ、みたいな。そういうのもあったから、こう、で、まあ、その次の日曜日全然返信返ってこなかったし、こう、学校行ったらその男のサッカー部の子と話してたりとかしたしね。で、振られたんじゃないか。で、こう、帰ったら、こう、メールが来てて、まあ、振られるんじゃないかみたいな感じって言ってて、そしたら、こうね、まあ、スマホケースのサプライズプレゼントだったり。でね、まあ、ニコルも一緒に並んで、こう、一つだったら一緒に並んでもらって買ったっていうか。でね、まあ、スマホゲームしてたから、こう、充電切れで、こう、電話ができなくて、みたいな。だから、まあね、まあその、最初はまあノーリアクションであれ黙ってたからね、喜んで、まあ嫌だったみたいな。でも、まあすごくね、泣くぐらいすごい感動してて。で、その感動してて、こう、ね、そんな感動してるの見て、結構、まあ白川さんもすごい嬉しそうにしてるのがなんかいいなと思って。で、その後になんかスポーツカーの下りがあったりとかしたんだけど、スポーツカーがこう2人の前通って、こう私、まあそのスポーツカー続けて熱弁する話みたいな、しまったみたいな、そうね、まあ、急にいっぱい喋り出すみたいな。でも、まあ、白川さんはなんかこう、ね、私スポーツカーだったのかも、早く大人になりたかったのかもみたいな。でも、まあそのね、今、リュウトがこう言うわけ。スポーツカーはこう、目的地に早く行くため、急ぎで行くための乗り物じゃないんだって。走ること実のものをこう楽しむために生まれた乗り物なんだよ、みたいな。あれがすごいいいなと、あの言葉がいいなと思ってて。生きることそのものを楽しもう、みたいに。幸せを生き続けて、みたいな。で、ほん、うん。で、コミックの話をすると、あのスポーツカーってもっと後に出てくるくらいなんだよね。だから、ここで出てくるんだと思ったけど。まあ。だから、このね、まあ、今、コミックだと4巻まで読んでんだけど、これはとにかく、まあ、デートが多いアニメで、まあ、3話では、まあ、その、お誕生日デートもあったけど、こう、まあ、そのね、まあ、その、まあ、普通に動物園デートしたりとか、こう、で、まあ、海行ったり、水着したり、それこそ、まあね、その、白川さんの、まあ、実家が、まあ、千葉の方だけど、千葉の方の、その、まあ、夏祭り行ったりみたいな、まあ、その夏祭りが、まあ、オープニングのとこにある、
花火のシーンなんだけど、だからどの、ね、まあ、デートもこう面白いところたくさんあるし、こう、まあ、主人公は、まあ、リュウトはまあ結構初めてだからちょっとは、まあ、いっぱい手つないだりキスしたりは、まあ、ハグしたりが、まあ、出ながらだったりするし、まあ、白川さんも結構、まあね、こういう初めて言われたとか、こう、そんなの初めてなんだけどみたいな。だからね、もう言うし、二人ちょっと見守りたくなるみたいな。で、まあ、物語で。まあ、君、この間言ってたのは、まあ、大々大好きのアニメも、まあ、面白いけど、こう、まあ、爆笑したりとか、こう、楽しんだりする観点だったらいいんだけど、こう、なんか、応援したくなるような、こう、ラブストーリーって言ったら、やっぱこの君ゼロかなと思ってる。だからまあ、経験済みな君と経験ゼロな俺がお付き合いする話って言うけど、こう、経験済みな君が、こう、まあ、俺と付き合って、こう、当たり前の、こう、で、まあ、恋をしていくみたいな。まあね、当たり前してこなかったことを、まあ、やっていくみたいな。だからね、まあ、まあ、一応2話は、まあ、とか3話は、まあ、結構、初々しい感じだけど、まあ、だんだんね、こう、ね、その転校してきた、こう、女の子をちょっと、引っかき回したり、まあ、引っかき回したりとか、のせいでちょっと、関係が悪くなったりとか、するときもあったあるし、まあ、ね、まあ、ちょっと、まあ、シリアスというか、ちょっともてはやすいところもあるし、でも、やっぱり、キュンキュンするところもあるし、喜怒哀楽ちょっと揺さぶられる感じの、なかなかな、まあ、まあ、キュンキュンしたりはあるけど、こう、喜怒哀楽、全部の感情がこう、揺さぶられるの物語もなかなかないなと思って。まあ、そうだね。まあ、そうね。ありがとう。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。